本日おたつ銀行の会社員が何者かに襲われ死亡が確認されました。くそ、また被害者が出た。これで10人目よ。なのにまだ犯人の手がかりがつかめてないなんて。こんな時彼が力を貸してくれれば、世界中の数々の難事件を解決してきた超天才名探偵、通称 X。 しかし彼の正体は謎に包まれていて、誰も正体を知らない。この事件、彼が手を貸してくれたら解決できるかもね。非通知。警察の皆さん、はじめまして、 X です。ごく一部の関係者の方に連絡しています。今回の連続殺人事件、大きな犯罪勢力が関わっている可能性があるので、僕が直接捜査に加わることになりました。全てを投げ打ってでも捜査を続ける覚悟があるものだけ、今から送る住所に来てください。これは行くわよ。どうやらこの建物のようね。覚悟はいい。入るわよ。こんにちは、斉藤さん、達田さん。どうして私たちの名前を。あなた方なら来てくれるって信じてましたよ。私が X です。 AV 見てるよね。え、なんで AV 見てるよね。あなた方は命を投げ打ってでもこの国を守りたいという正義感があると私は信じてました。 AV 見てるよね。なんで AV 見てんの。今回の殺人犯は単なる殺人犯ではありません。ある巨大な組織に関係している可能性があります。止めた方がいいって言った方がいいのかな。どうなんだろう。その組織はタッチバックス。タッチバックス。その組織って一体何なの。政治家やメディアを買収し国家転覆を企む巨大な犯罪組織です。国家転覆を企む犯罪組織。その組織を追うということはあなた方の周りにも危険が及ぶ可能性があります。その覚悟はあなた方はできているということでしょうか。私たち二人はその覚悟があるからここに来たのよ。やっぱり私が見込んだだけの二人はありますね。一つ聞きたいことがあるわ。セックス。X です。あ、X。 タッチバックっていうのはどういう組織なの。タッチバックスは世界征服を企んでいる犯罪組織です。世界征服。今まで東南アジアやヨーロッパを拠点に活動していましたが、とうとうこの日本にもその犯罪組織がやってきたようですね。全然話入ってこない。でも今回の殺人犯は何の手がかりもつかめてないの。それをどうやって捜査しろっていうの。実は私の方で被害者の方にある共通点をもう見出しています。ある共通点。はい、今回の被害者は全員バチカン銀行の株をある一定数保有していました。AV 見てんな。つまりそのバチカン銀行にある資産を目当てにしていたということです。そんなところまで捜査できてるのね。セックス。 X です。そして次のターゲットはおそらく大日財閥の取締役杉田徹です。え、あの大財閥の。大財閥。あ、大財閥の。はい、その杉田の行動パターンはすでに我々は調査済みです。そんなところまで。はい、そして杉田は来週の日曜日、そう家族と水族館に行きます。やばい。そこにやってきたタッチバックスのメンバーをやばい我々が確保する。きたな。これでジ・エンド。恐ろしい。そこであなた方に行ってもらう任務はこの大財閥
杉田の護衛に当たる任務です。護衛？はい。分かったわ。私たちが命に代えてでも絶対に杉田を守り抜いてみせる。あなた方を信じてます。わあ。終わったの？わあ。では任務に当たってください。分かったわ。任務に当たってください。分かったわ。あと何か言うことはないの？大丈夫？幸運を祈ります。恐ろしい事件だけど絶対に日本の警察が解決してみせます。え？はい。 X、 私たち頑張りましょうね。はい。 X、 ここの最寄りって、あ、大久保？そこ出て左行ったら高円寺駅あるんで。あ、なるほどね、そっちなんだ。分かった。じゃあ公園地域、ちょっと調べてから行った方がいいのかな。公園地ね。はい、公園地域です。急いで杉田を守ってください。オッケー、分かった、行くわ。お邪魔しました。AV 見てたよね。何やってんの、あの人やばくない？ AV 見てたよ。大人と話すの。とりあえず銀行行こう。